はいどうも、良平です。お願いします。本日は翔平図紅白戦最終盤、前編中編は概要欄からチェックお願いします。いきなりオッチョさんの超絶打球、これはセンターの超ファインプレーです。アイスクリームコーンキャッチ並みの超ファインプレーでした。はい、続いてカスヤ君はこれもセンターへ上がって、ちょっと上がりすぎたかな。これもセンターフライとなり、ツーアウトとなります。はい、続いて当たっている三浦さん、これしぶとーくセンターへ抜ける、ナイスバッティング、今日複数安打です。いや、いいですね、三浦さん当たってますね。はい、朝日くん、これはい手が出ず、ジャストルッキング、太田さんナイスピッチングです。この回から満を持して翔平がマウンドへ上がります。対するは好打者鈴木さん、いきなりいいパスでストライクを取ります。これビビりますよね、普段がっつり投げてる翔平さんがいいパスって。はい、お次もちょっと抜いた球、ショートで転がっただけ、飛び込みが、両平飛び込みが取れません。いやでもこれ正直取りたかった打球ですね。はい、続いても強打者新出さん、いいパスをショートへ、強い打球、両平取ってセカンドへ送球、そして一塁送球、併殺完成、注文通りのゲッツーにランナーなしとなり、太田さんもいいパス、これもショートへ上がる、両平手上げて、はいキャッチ、伊藤派翔平、結果3人で抑えます。逆転したい、いや攻めて点取りたい翔平図、先頭破壊王がフォアボールで出塁、そしてユサさん、これセンターへフラフラっと上がった打球、これが落ちるんです、落ちるんです、そして破壊を飛び出している、危ない危ない、もうセカンドセーフ、ユサさん今日2安打目です、ナイスバッティング。はい、お次は佐藤さん、これインコース、いやいいボール詰まらされて併殺かと思ったんですが、これセカンドの失策の間にランナー満塁となります。さあノーアウト満塁、ここどうするか、俊さんこれ三振外で、パスボールと思って破壊王が出てきてしまい、あー挟まれた、これどうなるか、本塁でアウト、一気に三振ゲッツーでツーアウトとなってしまいます。続いて和樹さん、これインコース、さあ俊足だ、どうだ、サード、いやうまい、ノーアウト満塁も無得点となります。続く回も翔平がマウンドへ、先頭これちょっと出塁させてしまって、バッターはのりさん、さあどうだ、これ引っ掛けさせるもファールとなります。これで追い込みました。さあスタートの時にいいファースを投げてしまい、まあそうですよね、さすがに盗塁の時にいいファースは無理ですよね。これもいいファース、あーわずかに外れる、ちょっと惜しいですね。はい、そして鎌田さんの打席、これちょっとピュッと投げたのか、んまあでもスライダーか、ちょっと腕振ったスライダーみたいな感じで、これがいいファース、またレフト下がる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 、おっとさんナイスキャッチ、今日何個目のファインプレーだと、いやナイスキャッチですね。はい、続いて山内さん、これもいいファス、これショート上がった時なぜ両平前に出てこない、ただ1、2塁だったためインフィールドフライで2アウトとなります。続いて KH ベースボールさん、これファーストゴロ、しっかりとさばいて3アウトチェンジ、ピンチを断ち切ります。お次の回も鈴木さんがマウンドへ、そしてバッターはディオさん、これ詰まっただけ、そして砂が目に入ってしまい走れず、ワンアウトとなります。続いて翔平、これ外に大きく外れてフォアボール、貴重なランナーが出塁します。でこれ実はね、勝手にダイソーを送っています、いいのか悪いのか置いといて。はい、そしてヒロ君の打席がレフトにナイスバッティング、そしてダイソーの和樹さん、走るサードが空いてる間に一気に1、3塁でチャンスとなります。さあユーパン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 、これサード、これが悪送球となってしまい、俊足和樹さんが一気に生還、やっと1点を返しました。さあユーポン続くことができるのか、いやこれいいとこ決まるな、大崩れしないですね、鈴木さん、ユーポン三振に取ります。続いて両平、いいとこないぞ今まで、はいこれフォアボールしっかりと選びます。はい、チャンスになって
いて P さんの打席、これサードに打たせて踏んでアウト。すみません、これ先ほどの表示2アウトでしたね。結果点が1点しか入らず、はい、続いても翔平マウンドへ、ジャイキリゾーンになります。達也くんの打球はこれフラフラーっと上がってファーストフライ、いいファスさえ渡ってますね。お次はニューポンから弾丸アーチを放ってる海斗くん、これセカンドゴロ、あだよ、おい粕谷くん、粕谷くんこけてしまう。俊足海斗くんは一気に二塁まで行きます。いや粕谷くんボーリングばっかで上半身しか鍛えてないんじゃないの。はい、お次は優作くん、これ高めのボール無理やり引っ張って強烈な打球、ただ強烈すぎて俊足の海斗くんでも帰ってこれず。いやナイスバッティングですね、打球めっちゃ速かったです。そして斉藤さん、これフラフラーっと上げてセカンドフライ、いや斉藤さんらしくないですね、ちょっと持ってなかったです。はい、続いて今泉さんのところ、いいパス、これめちゃくちゃ変なところで変なバウンドしちゃいましたね、変なところで変なバウンドしちゃってチームブラザーさらに追加点になります。さあこれ以上は点を与えたくない翔平ズ、フォアボール満塁となりキャプテン対決、打ったー、これサード強い打球も朝日くんしっかりと処理し、キャプテン対決は翔平の勝利となります。はい、最終回のマウンドにはチームブラザーキャプテン藤川さんが上がります。さあこれバッターはクリッチ、食らいついてきますね、ただ追い込まれて次のボール、これ魔球じゃないですか、これシンカーかなんかですかね、いやめっちゃすごいボール、ナイスピッチ、そしていい当たりがあった、おっとさん、これもセンターに弾丸ライナー、ナイスキャッチ。いや、おっちょさんね、好プレー連発だと思いきや、好プレー連発されるっていうね。いや、でもナイスバッティングはナイスバッティング。そして、粕谷くん、最後、ラストバッターだったんですけど、手が出ず、ジャストルッキング。藤川さん、ナイスピッチです。はい、ということで、試合終了となります。10対2で、チームブラザーの勝利。熱い中、皆さん、お疲れ様でした。楽しく試合ができ、いい夏の思い出となりました。ただね、この後もう一試合やってます。はい、翔平ズ随時開催しておりますので、皆さんぜひ参加の方よろしくお願いいたします。一緒に楽しみましょう。チャンネル登録もよろしくお願いします。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、アイシャショーヘイ TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります、チェックよろしく、チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます、2万人3万人4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします、チャンネル登録は必須でお願いします。